おはようございます。くり。ありがとう。くしゃみが出そう。あ、でん。おはようございます。目が開かない、どうしよう。ちょっと目が腫れてるので眠いですね。ぴょん。そう、夜予約しとったのはあれ間違いで、昨日9時からしま、9時10分からしますっていう予約をしたかった。今日の夜はチャンネル配信で、それなら目をつむってもできますよ配信。いや、目つむってないですけどね。おはよう。どなたですか？カイココアかもしれないですね。明日姫路、姫路おじいちゃんみたい。姫路、明日姫路で公演ですね。楽しみ。姫路残念。そっかそっか。でもなんかほんまに感染対策しっかりせんとなって思いますね。しばらくコカの書類は見れない。出てー。私の今までの海外行ったことあるのはどこだったっけ、あれ、サイパンっていう、なんかハワイ、私はその時小学校1年生2年生の時になんかちょっと遠いハワイみたいな。サイパンはなんかハワイみたいなハワイだと思って行ってたんですけど、ハワイ、あ、グアムよりか、小学校2年生でなんか1年生か、いや幼稚園、本当に全然記憶ないし、今はなんか私雨女なんですけど、なんかめっちゃ雨が降った記憶しかないんですよね、それらの。おはよう。
そう、なんかね、私本当に小学校5年生とかの時にもいっぱいなんか車での、岡山とかの旅行に連れてってもらったり、島根行って、島根のなんか有名な海があるじゃないですか、なんかなんか砂浜が有名なところ、それでなんかそこに行ったんだけど、なんか海に入ろうってした瞬間にめっちゃ豪雨になって、で海辺から誰もおらなくなって、なんか私浮いてたんですよ、浮き輪で海の上に。で結構流されてた、そう。でも少々涙だったんですよ最初は。めっちゃ豪雨になって、海に入る前からなんか海に入った後みたいなびしょびしょになって結構危なかったんです。でも帰ろうって言った瞬間になんか止んで、もう水着脱いで着替えてね、帰ろう。アマルフィア、よかった。ちょっと思い出せない。あ、サボイヤとニースか。サボイヤが陸側でニースが海側だから、海側に行きたいんですよ。泳げないけど海は好きだっけ。そうなんよ、このジレンマ。オーロラとか見たくない？見たい。なんか痛いみたいな反応したけど見たい。でも多分ね、多分雨降る、私が沖縄なんかでね、オーロラ見ようとしたら。オーロラってあれですよね、だって天候とかなんか全部の奇跡が重なって初めて見れる。で何十日もなんか滞在しんとみたいな言うませんか。まあやっぱりカープ行きたいですね。あ、でもロサンゼルス、野球見に行きたいかも。アメリカの野球どんな感じかなーみたいな。だってホームラン打って花火とかがあるじゃないですか、まあ記念だったら。あとなんかもうよく写ってるなんかメジャーリーグのなんか岩とか 岩とかなんか滝とか行ってみたい、見たい。大谷さん、LA は治安がね、そうなの。でもなんか分かんないんですよね、海外のそのあれが日本なんか守られてる感じするからね。テーマパークみたいな球場、あ、テーマなんかね、そう、楽天イーグルスとか、そのありませんか、なんか観覧車が近くにある。恥ずかしいポーズ。でも昨日は一回なんか急になんか可愛くなったねって言われると、なんか
嬉しくて恥ずかしくて、こうなっちゃいます。昨日少々綺麗と可愛いどっちが嬉しい。へえ。でもなんか、うーん、え、どっちが嬉しいかな。綺麗に、あ、ちょっと、あ、じゃあ今からみんな綺麗になったねってコメントしてください。で、次可愛くなったねってコメントしてください。あ、綺麗だねって言ってください。用意したと。ちょっと可愛いねって可愛いねってコメントしてもらえますか。ちょっと可愛いに書いてもらっていいですか。あ、これは可愛いの方が嬉しいかもしれない。で、うん、綺麗だねはなんか、え、思ってないかなみたいな思っちゃう。可愛いねって言われたら、ああ、なんか可愛かった瞬間があったんかな、この日常のイレギュラーのなんか部分を見せれたんだなって思う。ニヤニヤしててるな。ちょっとわかバレてます。可愛いねの方が嬉しいですよ。だからアイドルに可愛いねって言ってあげてください。アイドルさんに、アイドルの皆さんに伝えるときは。いい実験でしたね。でも今自分でも思った、初めて、あ、可愛いって言われる方が嬉しいんだって感じ。今までで気づかない感情。髪が赤く見える。昨日と同じ現象起きとる。最近やぶしたとよく連絡取ってる。まあ、最近じゃないけどずっとか。なんでこりゃ。呼ぶした元気よ。あ、報告ですね。呼ぶした元気。お好み焼き食べに来んさいって言ってない。言ってない。
今日大阪に。会いたい。元気かな。会えてはないんですよ。大人っぽくなったね。まあ嬉しいかもしれない。ふーちゃんと連絡取り合ってるなんて羨ましい。そうですよね。ファンの皆さんからしてまだ生きてますよっていうことを連絡しますわ。ココアちゃんマイキューに積んでって本当。ツンデレなんですかね、なんか。昨日ま、オキポが配信で泣いてたよ。え、なんでなんで。オキココアのペアあるかなとか話してた？心配ですね。手料理の出番じゃね。確かに。なんか作ってあげよう。にぎりでも作ってあげようかな。そら。ああ、オキちゃん泣いてる理由分かったかも。ココアちゃん得意料理ですか？おかかおにぎり無理。なんかもっとなんかオムライスとかなんか肉じゃがとか言えたらいいんですけど、ね、ここに来る伝統です。おにぎり心温まりますか。よかった。30分までします。なんかさ、までしますって打ってなんかひらがなでやったらなんかちょっとカチッとしてる感じするじゃないですか。カタカナでまでしますって書いてなんかまでします、30までします。朝がちょっとなんかおかしいんですけどね。31分なのでランキングを読みましょう。13位、ムーピングさん、12位金牌さん、11位、
キブピン H さん10位、ヨウさん9位、赤ヘルサンタさん8位、コマメマキさん7位、タクドさん6位、癒し系さん5位、ダンゴ部長さん4位、オールグーリンさん3位、ノッシーさん2位、ネココアさん1位は、まるちゃんさんです。ありがとうございます。まるちゃんさん、ありがとうございます。合ってますよねと思って。では、皆さん、ちょいちょいちょい配信だったんですけど、ちょいちょいちょい今日も一日頑張りましょう。えいえい、おー、いってらっしゃい、みんな。 ST48 のカイコカーでした。ぜひ覚えて帰ってください。